皆さんこんにちは、マイノリです。ということで今回は、皆さんにちょっとねお願いがありまして、皆さんというかYouTube にスポンサーっていう新しいシステムがありまして、なんかねその、まあ、僕も実況っていうかこのチャンネルやってて、こうたくさんの方にね応援メッセージとかいただいて、もう本当にありがとうございますって感じなんですけど、それをですねそのスポンサーって形でサポートしてもらうあのチャンネルをっていう、そういうシステムがあるんで、それをねもし、はあ、やってくださる方がいれば、なんかね2人以上スポンサーの方がいると、その自分のスタンプみたいなのをま僕の、はい、センスのない絵とかで作ってちょっとやってみたいなと思って、面白そうだったんですよね。でそのスタンプとかって僕のライブとかでコメントとかにスタンプポンポンポンって貼ったりできて、なんか面白そうで、それと、もしスポンサーになってくれた方は、ライブとかのコメントに、この、僕のチャンネルのスタジオマイノリティのこの緑の、マーク、これがですね、スポンサーの印として、名前の、まあ、左かその辺にバッチとして付けられるんですよ。で、そうなると、まあ、僕も放送してて、あ、この方スポンサーなんだとか、わかりやすくて、まあだから応援していつも応援してくれてる方とか名前も覚えれるし、でねそういう応援し、まあ、スポンサーっていう形で応援してくれる方がいるとすっごい心強くて、まあ、僕もこう実況活動やっててやっぱりねそういう方がいるだけですごいモチベーションになりますし、はい、まあ、頑張れる気がするので、はい、ぜひもしね、なってくれる方いれば、もう本当に嬉しい限りです。でね、この動画の、概要欄に、URL 貼っておくので、これ、いつものね、YouTube チャンネルと違って、まあ、ほとんど一緒なんですけど、YouTube ゲーミングチャンネルの方なので、下の URL から、この、今見えてる、チャンネルに、ポーンって飛んでいただいて、で、この右側にね、スポンサーっていうのがあるんですけど、これ押してもらって、でお金がちょっとかかっちゃうんですけど、これ本当申し訳ないんですけど、もしね余裕がある方いればもうぜひスポンサーになってくれるとね、はい、本当心強いので、それで2名以上いると、はい、僕も頑張ってスタンプ作りますそれがねスポンサーの方は使えるようになるんですけど、まあ、このスポンサーってボタンを押してもらってスポンサーになってくれると嬉しいです。あ、なんか書いてあるね、そう、バッジがあって、あとスタンプも使えるらしいかな。まあ、2人以上いればね。はい。まあできれば、もし余裕がある方いれば、はい、なってもらえると、まあ、僕も、スポンサーの方はね、すぐ名前覚えて、で、あ、この方、スポンサーなんだって、YouTube のね、ライブで、ライブ中にスポンサーとかなってくれると、スポンサー、誰々さんがなってくれましたみたいな、こうパーって出てくれるので、まあ、それライブ中にやってくれても、はい、嬉しいので、よろしくお願いします。まあ、こんな、くだらないというか、なんか、あんまり、はい、いいようなチャンネルじゃないですけど、もし応援してくださる方がいれば、はい、スポンサーという形で応援してくださると、すごい心強くて、まあ、動画をね、作るとか、生放送するモチベーションにもなりますので、ぜひお願いします。皆さんこんにちは、マイノリです。ということで今回はクラブハウス、まあいつもバック使うんですけど、なんか最近アッシュ使ってないなと思って特に動画とかね、うん、なので今日ちょっとアッシュで、うん、突っ込んでみたいと思います。さあどこにロムがあるかで立ち回りも変わってくるから、これ金庫じゃない？うわー、来た金庫。金庫来ちゃったらもうパパッと攻めて終わりますか。突入10秒前。まあ上開けてシンプルに行きますか。爆弾を発見した、移動して爆弾を解除しろ。先方に行きます。そっか、
もらって、ちょっとお待ちください。しっかり拾って、持ちつこうとしてるんかな。そんな無理やで。飛び出しないか、大丈夫か、みんな飛び出し警戒して。開けていいかな、これスレッチ来ないから。ちょっと開けます。ドローンの出撃準備完了。はい、一人。金庫開けてない。ミラー、爆弾を発見した。一人見つけた。金庫、なるほど。あ、やべえ、自分で引っかかった。クラスターチャージが4人だ。圧迫で気をつけろ。さすがにないか。ドローンが出撃中。パパッと倒して、パパッと降りますか。一人。やっぱシンプルイズベストだね、ここは。久しぶりにスタン使って投げたから失敗しまくったな。いつもね、火花使うときクレイマーしか持たないから、なんか久しぶりのスタンだったな。やっぱ強いよね。ちょっと今日運ピ使ってみます。気分転換にね。爆弾を守る。金庫来たよ、みんな。どうやって守るか、これ。まあ、多分 C4 使わんない。ニトロセルを設置するぞ。あ、アーマー。アーマー欲しいよ。気をつけろ。敵部隊が爆弾を見つけた。デレンデンデレン。あ、タイミング大事。敵部隊が爆弾を見つけた。防衛しろ。今です。ここにいると敵に見つかるぞ。敵に見つかった。引き返せ。何にそんなやられてんの。上は開けられてない。ここか。センサー来た。入るか。
るぞ。が起動した。やべ。あそこ補強しちゃったか。なるほどね。回っていく余裕もないから。このエリアにいると敵に見つかる。ディフューザー発見。破壊した。気づかれた。敵オペレーターが一人残っている。壊してるよね今。ナイス完璧。ディフューザーを停止させた。ありがとうございます仲間。ディフューザーを停止させた。ミッション成功だ。最後思いっきりミスったな。いただきます。爆弾の位置がバレた。しっかり備えろ。ここのパルスなんかあんまり強そうじゃないな。マガジンを変えるぞ。マガジンを変えるぞ。残り5秒。エイムがね、ホルサイトちょっとね、爆弾が敵部隊に発見された。キッチンの突き上げ C4 でもやります。捜索中。ちょ間に合うかこれ。敵部隊が爆弾を見つけた。防衛しろ。心拍センサーの準備ができた。センサー起動。お、ナイス。センサーを使うぞ。もう一人は？頼む。スモークさん、信じてるよ。怖え。完璧。残り1人だ。ここだな。危ね。敵部隊を排除。いやーことごとくヘッドを外したね今。もう最初のやつで頭熱だと思ってた。はい、ということで壮絶な金庫争いと、それから最後に、パルスのパルスでねピンを立てて味方と連携するという、まあいい感じのプレイができたかなと思います。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。